バスティアンはアメリカ海軍の護衛空母、防具急行空母艦の一隻。バスティアンは海事委任契約の元ワシントン州タコマのシアトルタコマ造船所で1942年8月25日に寄港し、1942年12月15日に浸水した。レンドリースポーに基づきイギリス海軍に移管され、1943年8月4日に、 トランペッターと改名され、オレゴン州ポートランドで収益した。トランペッターは、スウェズ運ンが、ノーフォーク、ニューヨーク経由で、イギリスに向かった。イギリス到着後、ウェスタンアプローチ艦区に配属され、米輸管での航空機輸送に従事した。トランペッターは1944年6月4日に、本国艦隊に配属され、ヨーロッパでの戦争終結までノルウェーでの作戦に従事した。 参加した作戦は、機雷不説やドイツ艦船攻撃などで、1944年8月には、ドイツ戦艦、ティルピッツ攻撃にも参加した。1945年7月、トランペッターは、東洋艦隊に配属された。トランペッターは1946年4月6日に、アメリカに返還され、1946年6月19日に、除籍、民間に売却され、 アルブリサーデシックと解明される。その後にアイリーン・バルマズと再び解明され、1971年にスクラップとしてスペインで売却された。ありがとうございます。